50口径41式 15cm 砲は日本海軍の開発した艦載砲。混合型戦艦や不装型戦艦の副砲、アガノ型巡洋艦の手砲として使われた。戦艦混合に搭載された A ビッカース社製の50口径比式 15cm 砲を母体に作られた艦載砲。砲弾の装填方式は人力で、 砲弾重量が 45.4kg もあり、欧米人より体格の劣る、日本人では連続発射に耐えることが難しいとして、伊勢型戦艦より50口径3年式 14cm 砲が採用された 14cm 砲の弾丸重量は 38kg。竣工当初は最大行角が15度程度であったが、射程延長のため、 各艦回送時に30度まで引き上げられた。しかし、アガノ型が計画された際、各国の軽巡に対抗するため、15センチメートル砲を搭載することになり、この砲を連装化することになった。最大行角も30度から55度に上がり、一応は、対空射撃ができるようになったが、重量軽減のため装填方式は、人力のままで、毎分6発程度とされる。 発射速度も射撃の度に方を装填角度に戻す必要性からさらに低下し有効な対空射撃は困難であった。AB 山本日本海軍67から68ページ ABCDE 山本日本海軍67ページ ABCDE 山本日本海軍68ページありがとうございます。